サンジェナールイでのリトルイタリーリトルイタリーとはニューヨーク市マンハッタンクローワーマンハッタンにあるイタリア系の住民が多く住む地区であるリトルイタリーと呼ばれる場所はアメリカやカナダにいくつかあるがこのマンハッタンのものが特に有名である南はベイヤードストリート北はブリーカーストリート西はラファイエットストリート東はバワリーまでの地域を行ったが 20世紀半ばより多くのイタリア系アメリカ人が他の地区や郊外に引っ越すようになりリトルイタリーは縮んできている。現在はキャナルストリートとケンウェアストリートの間のマルベリーストリートをメインとするツーブロックとなっている。近隣はチャイナタウンに飲み込まれアジア系移民が多く住む場所ともなってきている。リトルイタリーはマルベリーベンドに橋を発している。 1910年にこの地区のイタリア人人口は約1万人に達しピークを迎えた。20世紀に入る頃には第14区の住人の90%はイタリア生まれかイタリア経営であった。1892年開業のフェラーラカフェ第二次世界大戦後ロワー,ーイーストサイドに住む多くの移民たちはブルックリン、スタテンアイランド、ロングアイランド及びニュージャージーへと移っていった。 1965年移民国籍法によって移民制限が撤廃された後、中国系移民が大量にこの地区に住み着くようになった。現在では、アップタウンマンハッタンのイタリアンハーレムの方が、リトルイタリーよりもイタリア系人口が多い。A.B. トーネリー、ビル、アリベデルチ、リトルイタリー、ニューヨーク、セプテンバー27、2004、P1、リトリーブド、オンエープリル10。 2013ありがとうございます。